こんにちは、Gです。今回はマンジャロのちょっとした Tips の話題です。ご紹介するマンジャロのデスクトップ環境は KDE プラズマです。これらの Tips はマンジャロだけでなくエンデバーでも有効です。また PC 版とラズパイ版で差異がある場合は明示的にご案内します。最初はログイン画面です。標準のログイン画面はこれですよね。ちょっとイケてないのでかっこいいのに変えましょう。KDE システム設定を立ち上げて起動と終了をクリック。ログイン画面 SDDM をクリックします。SDDM はシンプルデスクトップディスプレイマネージャーの略で KDE のグラフィカルログインプログラムになります。標準ではブレスが選ばれています。ウィンドウ右下の Get New SDDM テーマをクリック。ご覧のように SDDM はいっぱいあるんで、ここではちょっとショートカットします。デザートで検索して、デザート SDDM を選択して適用します。これ、ボタンがカラーなので、わかりいいかなと思って選択しました。ログインし直して変化を確認しましょう。ほら、雰囲気が変わっていい感じでしょ？好みはそれぞれですから、お好きなログイン画面をお試しください。Mac だと、ウィンドウタイトルバーのボタンは左側に配置されています。Windows は右側ですよね。重要な問題ではなくて、単に慣れの問題ですけどね。マンジャロで Mac のようにボタンを左側に配置する方法をご紹介します。これ何度か設定方法が変わったのでみんな分かってるようで実はあまり知られてないような気がします。KDE システム設定で外観を選択。グローバルテーマからウィンドウの飾りを選択します。タイトルバーのボタンタブをクリック。画面のようにアイコンを左側にドラッグして適用ボタン。ご覧のようにボタン位置は左になります。元に戻すには同じウィンドウの標準設定ボタンをクリックします。再起動やシャットダウンをキーボードから行う設定をご紹介します。これ、思う以上に便利ですよ。KDE システム設定でショートカットを選択。電源管理を選んで、電源を切るをクリック。カスタムショートカットをクリックして、適当なキーを割り当てます。ここではスーパー F10 キーを割り当てた様子を示しています。キー操作してみると実際の画面はこんな風になります。SSD でマンジャロをご利用の方のみの設定です。トリムは SSD の
速度低下を防ぐ仕組みのことです。アーチ系ディストロではトリムがデフォルトで無効になっています。トリムの状態をチェックするにはターミナルで画面のようにタイプ、もしインアクティブになっているなら画面のようにタイプして有効化します。ステータスを再度チェックして有効化されていることを確認します。 PC でも X8664 版も同様に確認しておきます。やはりインアクティブですね。こちらも有効化しておきましょう。最後にステータスをチェックして有効化を確認。ラズパイ版のマンジャロにはリブレオフィスがあります。 PC 版ではリブレオフィスではなくオンリーオフィスデスクトップエディターズがインストールされています。オンリーオフィスは多くのディストロでサーバー版がサポートされているんですが、デスクトップ版があるのはマンジャロとエンデバーくらいじゃないのかな。何が言いたいかというと、オンリーオフィスに比べてリブレオフィスはかなりかさばります。アップデートの際にも結構時間取ったりしますよね。なのでリブレが必須でないならラズパイ版では削除を強くお勧めします。リブレオフィスが必要な状況ってラズパイではあまりないんじゃないかな。リブレオフィスの削除にはちょっとコツがいります。正式名はリブレオフィスフレッシュ、もしくはリブレオフィススティールがインストールされているはずです。名前がわからないのでソフトウェアの追加と削除でリブレオフィスで検索します。インストールされている名前を確認。この動画の場合はフレッシュの方ですね。ターミナルで画面のようにタイプして削除します。ラズパイ版ではモニターの明るさ調整機能がありません。ただ自動起動設定は有効みたいで、設定が必要なことが今までありませんでした。どうしても調整が必要な場合はモニター側の設定でなんとかなります。 PC 版の場合は KDE システム設定の電源管理に明るさの調整スライダーがあり、そこで調整できます。ファンクションキーなどに起動調整が割り当てられている場合、頑張れば割り当て設定できるようですが、機種依存しますのであまりおすすめできません。よほどの事情がない限りは電源管理で間に合うと思います。ソフトウェアの追加と削除を起動します。インストール済みタブをクリック。左カラムに孤立というのがあります。アプリのインストールや削除を繰り返したとき、依存関係が消えたソフトが残ってしまうことがあります。このようなファイルを孤立と呼びます。これ使われないのでただのゴミです。削除しましょう。すべて削除ボタンをクリックします。削除すると新たな孤立ファイルが表示されます。
これが依存関係の変化による使用なのか面倒なバグなのかは分かりません。手間ですが何度か削除すると何もない状態になります。ご覧いただきありがとうございました。いろんなものが値上がりしていますね。我が家では奥さんがウェブでチラシを比較していて、安さを求めて毎日のように一緒に買い物に出かけています。その結果在庫がすごいことになりました。ごく一部ですが、トイレットペーパーは12ロールが18個、インスタントコーヒー8個プラス詰め替えパックが10個、グラニュー糖 1kg が20個。これって節約になってるんかな？ではまた次回。